こんにちは、山森です。今回は自分の行動を変えるためのコツということでお話をねしていきたいと思います。今日も施術中にクライアントの方とねいろんなお話をしてて、電子タバコだったんですけど、電子タバコ、まあ妊活中、妊娠に向けては絶対良くないし、やめないとダメなのも分かってるけど、でもやめるのもストレスになるしとかって言いながら、もうやめれてなくて、まあダメなんですみたいな感じにね言われてたんですけど、タバコ以外でもね、まあこういう風に良くしていきたいな、こうなりたいなっていう時に、じゃあそれに対してこういうことをしていかないとっていう行動がね、分かってるのにもできないってことってあるじゃないですか。今回はその行動に移せない時って、まあどういう状態なのか、で、どういう風に、まあ考え方とかもそうなんですけど、やっていくことで行動に移しやすくする。やっぱりね、自分がこういう風になりたいなって思ってる時に変わろうと思ったら、行動にね、移すしかないんですよね。しっかり行動に移せるかどうかっていうので、未来が変わるかどうかっていうところになってくるので、思ってるけど、なかなか行動に移せてないなっていうのがね、ある方は、ぜひね、最後までご覧いただいて、参考にね、していただきたいなと思っています。それじゃあね、今回は行動を変えるためのコツについてお話をしていこうと思うんですが、この行動って人間ってやっぱりなかなか変えることってできないんですよね。なんで行動を今の状況から変えることができないのかって分かりますか？これね、私もいろいろね調べたりとかしたんですけど、意識ね、その瞬間バチッと変わるんですよ。変わらないとこういう風にしたい、だから明日から、まあ、なんなら今からこういう風に変えるってバチッと意識では変わるんです。だけどこの行動っていうのはもともと染み付いた、まあ、脳神経回路みたいなものとか、あと筋肉ね、もう昔から同じことを繰り返したりとかしてきて、その神経回路とか筋肉とかがその行動に、行動今取っていることに、まあ、染み付いちゃってる状態なので、だから新しく行動しようと思っても、行動に、次の変わった行動、新しい行動に移すことができないんです。例えばね、まあ、昔ね、爪を噛む癖があったんです。爪をね、まあ噛むのって良くないよなって、衛生的にも良くないし見た目的にも良くないじゃないですか。まあやめないとなとずっと思ってたんですけど、なかなかやめれなくてっていう時があったんです。でももうよし、もう爪噛むの絶対やめようって決めるじゃないですか。決めるんですけど、なんかね、ふとした時に気がついたら手がいってる時とかがあって、あっみたいな感じね。それに対して自分でがっかりするんです。決めたのに、ちゃんと決めたのに、変わるって決めたのに行動が変わってないって自分に対してがっかりするんです。変わろうとは思ってるんですよ、意識では。でも本当に神経回路がもう染みついちゃってるんで、もう癖ですよね。癖ってそんなもんなんですけど、反射的になんならね、もう手がそこに行っててっていう感じになってて、まあがっかりっていう感じがあったんですけど、でもやっぱり変えたくて、変わりたくて、いろいろねそういうのを考えたんですね。どうしたら変わることができるのかなって、まあ爪だけじゃないんですけど、いろいろ考えたことがあって、自分の行動を変えるためのコツっていうのが分かったんです。それをベースに自分をコントロールするっていう方法も身につけました。その方法っていうのは、まあ、考え方なんですけど、すぐに変わることができないっていうことをあらかじめ自分で覚悟して変わると決めることです。物事ね、自分でこういうふうに変えようと思ってもすぐに変われないんです。すぐに変われないことに対してがっかりしない。そうするとね、少しずつ変わっていきます。いろいろ自分でこういうふうにしていこう、これをスタートさせようと思ってるのに、あ、今日もできなかった、バツってなってないですか？罰って自分につけちゃったりしやすいんですけど、そんな風にしない。最初のうちは5回やって5回できると思わない。これめちゃめちゃ大事です。1回、5回のうち1回できたら、1日できたら、4回、
4日間できてないっていう方を見るんじゃなくて、1回できた、1日できたっていう方をちゃんと見てあげる。よし、1回できたって思うことが本当にめちゃめちゃ大事で、その爪を噛むのもね、1週間のうち1日、たった1日ですよ、残りの6日間噛んでたとしても1回は、1日はできたわけじゃないですか。ちゃんとでもその部分も見てあげる。そういう意味では、まあ、5回のうちってお話したんですけど、最初のうちは5回5戦のうち1勝4敗でいいじゃないですか。1勝ちゃんと褒めてあげる。よし、よくやったぞって。それを2回3回とかに繰り返していく、成功体験を積んでいくっていうことがめちゃめちゃ重要です。できてないとこ、できないことには目をしっかり向けていくのに、できてることに対しては当たり前みたいになりがちなので、ちゃんと当たり前だと思ってることもできているには変わりないので、ちゃんとできてないとこばかりじゃなくて、そっちを見るのも大事なんですけど、できてる部分っていうのもあるわけなので、ちゃんとそこを見ながらっていうのを繰り返していく。こういう成功体験を繰り返して繰り返してっていうことが習慣につながっていきます。一回できなかったから×だからもうやらないっていう風になりがちなので、ちゃんと一回でできたとこ、一回でいいからできてるところも見てあげて、意識持った時にちゃんと行動に移せるように習慣化するためには、まずはできてる部分っていうのもちゃんと褒めてあげる。それを繰り返して成功体験を積んでいくっていうことで、必ず変えることができてきます。今の状況を自分の理想のために変えたいなと思ったら行動するしかないので、行動するためにちょっとした意識の変えようで変わります。まあ、そのあたりね、今日お話しした内容参考にね、していただけたらいいかなと思います。